出会えた人たち第2回はキャロルさんをお迎えしました。今回インタビューさせていただくためにお借りした場所は淡路市生田村にあるお昼寝ステーションというところです。生田村に移住されたナオさんが持続可能な旅、調和、マインドフルネスをコンセプトにセミナー、ワークショップ、ウォーキングツアーを開催されています。また同じ理念を持つ方々に場所を提供してくださっています。このお昼寝ステーションからは500年以上前から開拓されてきた段々畑の美しい景色が見られます。概要欄にお昼寝ステーションのウェブサイトのリンクを貼っていますので、詳しい情報はそちらをご覧ください。こんにちは、えりこです。今日は私が住んでいる生田村に私のお友達に来ていただきました。皆さんこんにちは、アストラシアキッズクラブのキャロルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんなお仕事なのか簡単に説明してもらえますか？はい、今までは日本企業の、海外進出のサポートをしてきたんですけど、そのグローバルの知識を生かして、小学生たちにももっともっとこの、世界に目を向けて国際人材育成という今プログラムを展開していまして、小学生たちに提供しています。この子どもたちにってこう限定しているのは何かきっかけがあるんですか？そうですね、やっぱり自分の子供が、きっかけなんですよね。日本で、娘は日本で生まれ育てたんですけれど、毎年ね、私の地元中国に連れていく時に、本当に自ら自分の気づきとかたくさんあって、やっぱり中国いたら日本と違って生水は飲んだダメよ、ああそうですね、とか一人では絶対外は出ないよ、あそうなんですか？そうです、そうです。やっぱりその環境がの中にいるから、その危機感というのはなんか感じるみたいなんですよね。そういうところからやっぱり子供たちが小さい時から自分の目でこの世界を見ることで本当に気づきがたくさんあって、もう教科書では学べないことかなと思って。ああそうなんですね。じゃあ実際の経験からその子供っていうものにこう仕事が傾いていった。はい、そうですね、やっぱり自分はいろんな今まで、国通訳とかいう仕事をしてて、いろんな国行くことによって、自分もいろんな気づきがあって、やっぱり文化とかの壁をどういうふうにクリアして、いろんな国の方と仲良く仕事できるかというのが、とても勉強になってたので。そうなんですね。どうですか、さっき私もちょっとびっくりしたんですけど、子供が一人で外を歩くのは危険なんですか、中国で？あ、そうですね、地域にもよりますが、一人でやっぱり小学生まではもう親と一緒に出かけることが普通ですね、やっぱり。そっか、今ネットフリックスとかでね、初めてのお使いってありますよね、はいはいはい、あれありえないことですか？あれはカメラがついてきてくれるので、基本的にね、それは全然問題はないと思うんですけど、でも現実的に、本当に一人で、1年生とかお使いに出るのはやっぱりまだちょっと不安なところはありますね。そうなんですね。子供さんがいて、やっぱり子供さんの世界をもうちょっと広げたいとか。はい、やっぱり見るものももちろんそうなんですけど、海外に行ってやっぱりいろんな刺激があるんですよね。中国とかやったら地域によって、なんていうかな、デジタルの発展してるところもあったり、自然の豊かなところもあって、そういうのを、自分でね、これから自分の人生どう選択していくか、すごくヒントにはなると思います、あ、そうですよね。やっぱり同じ国で同じ町でずっといると、見えるものって全然、限られてきてしまうと思うんですよね、じゃあこれからいろんなところに行くという機会もそういうプログラムの中に。そうですね、この今展開しているプログラムは、子どもたちが自分で旅のプランを自分で計画するんですよね、旅行く目的、行き先のスケジュールとか、お金、費用の計画も全部考えてもらいますので、正直今は海外行くことはまだ、難しいなんですけれど、今のところはさっき日本で旅プランを計画を練習して、
練習して、はい、次は本当に中国とかマレーシア、アジア圏を中心として、うん、あの一緒に旅に出たいなと思います。うん、あ、それはキャロルさんも一緒に。はい、私も一緒に行きます。あ、楽しそうですね。私も行きたい。ぜひぜひ一緒に。そうですよね。あの子供と一緒に行く旅って面白いかもしれませんね。で、さらにこれは子供と一緒に行くというよりは、子供にリードされて子供が連れて行ってもらいます。あ、いいですね。子供の視点で、子供のプランで。そうです、そうです。私たち大人はもう見守りたいです。あ、口出さない。ね、危ない危ないと思っても。はい、そうです。もう全部そこはあの旅のプランニングの時、子供たちに、うん、あの予測をしてもらうんですね。どんな機嫌があるのを、うん、まあ、ネットで調べたりとかをして、うん、予測して実際にいた時、あ、こう気をつけた方がいいとか、うん、逆に子供からアドバイスをいただくという。うん、なるほど。昔ってあのインターネットがなかったから、はい、すぐこう調べられなかったですよね。ガイドブックとか買って、よくあの街の中とか行くと、はい、観光地では、うんうん、何ですか、あのロンリープラネットとか、はい、あの日本だったら何でしょう、地球の歩き方とかをこう持ってる人いっぱいいましたよね、はい、うん、そうですね。でも全部今ネットとかアプリとかになって、うんうん、携帯がね、うん、全部全てが検索できますので、いいですよね、はい、だから危険はすぐに回避できる情報が、ね、うんうんうん、得られるので、うん、でもいいですよね。今の子供たちが私たちは違う方法で、うん、はい、あの情報を得たりとか、そういう危機管理をするっていうのは、そうです、うん、面白そうですね。やっぱり自分であの考えることがとても大切なんですよね。教えるじゃなくて、うん、自分で気づかせるという、気づくということが、うん、そうですね。だから私たちよりももっとこういい方法を知ってる可能性は高いんですよね。絶対私たちよりは新しい目線で物事を考えるから、うん、そこが新しいものが生まれるという楽しさがすごくやって、いいですね、はい、あ、楽しそうですね。もしね、皆さんあのお子さんがいらっしゃる方とか、はい、まあね、そういったプログラムに興味がある方がいらっしゃったらね、ぜひあの彼女のあのウェブサイトが、ウェブサイト、はい、あります、ね、あります、はい、うん、アストラシアキッズクラブです、うん、概要欄に貼っておきますので、そこからあの見てみてください。いろんな情報をね、ありがとうございます。ぜひ見てみてください。私も神戸からこの生田村というところに来たんですけれども、どうですか、生田村をこう今見てみて。はい、いや、もう本当にね、車で来て、あの看板でね、生田村ってその看板を見た瞬間で、おー、なんか別世界に来ましたという。そう、村っていうのがね、なんか本の中で見るね、昔話の村みたいな感じですよね。そうです、そうです、ね、本当にね、細い道もありながら、うん、でもすごい景色というか、あの自然豊かなところ、本当に癒されます。うん、そう、本当にこの淡路島ってこう癒しの島っていう売り出し方っていうか、マーケティングしてみたいなんですけど、本当に朝ね、何気ない時間、例えばゴミを出しに行く時間とかに、あ、すごい綺麗、空が綺麗とか、空気が美味しいとか思うんですよね。これ神戸でゴミ出す時になかった感覚なんですよね。いや、もうここに来たらいっぱい空気吸いたいんです。そうですよね。どうですか、引っ越したいと思いました？これはちょっと本当に子供と一緒にいっぱい、うん、あのワークショップに来たいです。あ、そうですよね、うん、やっぱり全然違う環境ですよね。はい、もうここに来たら本当になんか悩みが忘れるぐらい、うん、確かにそうなんですよ。こう皆さん忙しすぎてぼーっとする時間がないって言われますよね、うんうん、はい、ここに来るとなんかこうぼーっとしていいんだと思いますね、うん、本当に普通の生活ではぼーっとする環境がない。そうなんですよね。ここに来たら自然とぼーっとする、うん、できるんですよね。できます。これすごいと思います。あの来てみたらわかると思います。私もなんかぼーっとする時間がもったいないと思ってたタイプなんですよ。うん、でもこのちょっと時間ができた時に外に出てあの植物を見たりとか周りの景色を見てると時間忘れるんですよ。ずっと外にいたと思って、あんまり神戸でね、うん、マンションの周り、そうですよね、じーっと見てることないですよね。ないですね。変な人ですよね。はい、うん、だからそれはちょっと変わりましたね。うん、うん、生活の仕方とか感覚とか、はい、うん、ぜひね、あの引っ越しは無理でも、うん、はい、いろんな人に何度も来てもらいたい、ね、はい、遊びにですね、はい、継続来たいなと思います。うん、とてもおすすめです。ね、近いですから。はい。
今日は神戸から私のお友達キャロルさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後も観光楽しんでください。はい、あ、この後楽しんでいきます。蕎麦を作るんですね。蕎麦行きます。楽しみです。はい、ではまた。はい、また。